オキングじゃね。おいちょっと待って、よく見たらなんか書いてんな。 NM? M っていうのはわかるんだけど、ド M? またこいつは余計なこと書きやがって、ふざけるな。どうもド M キングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。私の憎きライバルテルルさんのコースですね。ラブ&ピース&トロールということで、愛と平和と騙しコースということでしょうか。でコース名の一番最後にキャッキャッみたいな可愛らしい顔文字があるんですけど、あれがすごく新たらしいギャッキャじゃないんだよ。僕は今からギャッキャになる運命なんだよ。そんでラブ&ピースなんて海の砂浜で書きそうなことを書くな。テルルさんはきっとあれだよ、海の砂浜でラブ&ピースって書いて写真を撮るときに端っこの方で V サインを V ってしてるラブ&ピースきっとそれじゃ本編入っていきましょうかね。説明文にワールドの都合上 3D ワールドとマリオ U のスキンが使えないので、たまったアイディアを出しましたということで、まあワールドも作ってるんだろうねきっと。そのワールドが出来上がったらいつか遊びたいと思いません。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.78%。 いや久しぶりにやるねテルルさんのコース、すげえ楽しみ。まあ今回も純粋に楽しませていただきたいと思いますよ。ラブ&ピースってついてるくらいだから、僕に愛と平和をくれるんでしょうね。で分かってる分かってる、隠しブロックがあって下に落とすパターンなんだろ。ないね、普通に渡れるみたいだ。ぬるぬるゲーなんじゃないのこのコース。左に鉄球が落ちてきましたけど、落とすの遅いんだよ。さあ土管に入っていこうか。土管に入れませんね。おい俺土管反対だぞ紛らわしいまでしやがってじゃあこれ下が正解っていうパターンなんかな。うわ多分あれだ、今の鉄球この雲を壊したパターンなんじゃない。でこの下に行けば何もないことは分かってんだ。解約できるし、最初は何もしなくて下に行けばいいっていうことなんか腹立ってきたな。もうオンオフをした瞬間左下行ってみようか。これでサンボたちはいなくなってるんだね。一回引っかかりはもう分かるからね。お前来るなよ、絶対にこっち来るんだ。え、ピョンチこっち来ないの。モノさレールこっち側に高速で向かってるからお前すごいな、バックステップだけでその場にとどまるってめちゃめちゃすごいと思うぞ。新しいオリンピックの競技なんか作った方がいいかもしんない。そしてこのハテナブロック叩いていいのかな。いや一旦僕は叩かないでちょいちょい上行こう。唇植物だ。ガキブロックなんて卑怯な真似をしやがって。あいや違うんだって何度も同じ場所で引っ掛けさせやがって。そんなことして楽しいかい。そうかいそうかい、なら今日からド S 野郎を名乗るがいいぜ。このハテナブロックは叩いていいのかい。あら休み、ビビデバビデブー、うほうほうほほ、ビビデバビデブー、上のハテナ叩けばいいの、僕は叩くよ。そしたら敵左に行く、アリのケツを追う。そしたら罪、まだ罪じゃない罪ですよ。 3D の音楽なんてあんまり聞かないからわかんないのよ。急に乗れとか言われても無理なのよ。せんだよ鉄球を出す。そして次はちゃんとアリへの上を越えていこう。さっきはこのケツに当たってしまったけど、でこの路肝に入っていけばいいんじゃない。うわ下もすげえ気になるんだけど、こっち合ってるのかな。全然合ってないっぽいよね。右の P って何なんだろう。このハテナブロック叩けば P スイッチが出るっていう感じかな。僕閉じ込められてしまったけど、あなんか右書いてるね。笑った回ってくれるなら僕はそれで本望す。何やけるかここに下がろう。なら土管に入らず面の下に降りてってみようか。下から急に上がってくるとかそういうことないよな。そんな危ねえことすんなっちゃ。そしてこんなところにもハテナブロック設置すんなっちゃ。もうこんなんさ、わらって分かってるじゃん。コメントで言われるんだって、あのハテナブロックなんで叩かなかったんですかみたいな。気になるだろさ。いや待てよ、アイテムっていう可能性があるかもしれない。叩いた瞬間このワープブロックの方にジャンプしていく。バラー何もせずにこのワープブロックに入ろう。たったこんだけでよかったんだ。ああ猫を手に入れましたけど、そしてチェックポイントって書いてる。右のブロック開けるかい。うーん猫がなくなりそうな予感もするけど、いや開かないの。あ上のアイテム、お前うぜえもうどんなことすんだって。僕は何をしたっていう上にチェックポイント見えてるしさ
燃えてしまえこの木が。僕にチェックポイントを取らせてくれ。その後は何をしてもいい。だからこのチェックポイントだけは取らせてくれ。そしてこのびっくりブロックは叩いていいのか。いや一回叩かないでおこうか。そしたらダメだね。多分これはチビになって先に進んでいく。でこの土管は、土管は入れるね。入れるってことはこっちダメだったんじゃないの。なんかうぜそうな場所に来たけど何なんだろうなこれ。あ、死に耐久だ。あ、かわいいねこれ死に耐久。これオンオフでこれが跳ねるかな、あのパウのところまでやれっていう感じなんじゃないかなキラー。お前もうとんがりこういい場所に出てくんなって。そしてキラーもさなかなかいいタイミングで出てくんな。これこれマジきた。そしてこっからどうなるかよ。お前当てろってちゃんとパウにさ。これは来たんじゃない、当たるパウに。よしよしよし。そしてこっからどうなるかよ。ポンじゃねえんだよ。もう分かった、途中の土管は全部罠だ。今後あっても絶対に入ってなきゃやるもんか。このハテナブロックとバネは何なんだ。何も来るなよ。ジャンプして左お尻尾でいいのかな。それでロスは抜けれた。でこれ上すげえ気になんない。下から行くのが正解か。いや一旦上行ってみようか。こっちが正解という可能性あるよ。ペンペンペン。じゃあ下から行きます。先にクリボーのかぶりもんが見えるんだけど、その裏になんか見えんだよな。トゲソーのクリボーか。あーいや舐めてんじゃないわよ。これ取ったらトゲソーに当たってやられるってことでしょ。だからこのキノコを取っていくのが正解だ。あれ取れんね。ギリギリで取れるみたいな、そんな感じかな。いや閉じこまっちゃった。やばだ、ワンチャンあるよ。頼むハテナブロック、雲をすり抜ける何か出てきて。嘘だ、これ取れんの。一旦ヒップドロップしてみようか。そしたら取れないじゃん。じゃあ普通に踏んでみようか。これで取れるかなんだけど、来た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 。ナイス反射神経。無敵時間のまましていけっていうことね。なんなんだこの石味は。左に行くだけか。そしてこの派手な叩く、いや叩いたらさ叩かなくても下に落ちていく。派手なを叩くとね罠に引っかかるとかわかんのよ。こんなところの派手なすげえ怪しいに決まってるじゃん。一旦バブルを出しておく。でも僕は叩くよ。叩いた瞬間右に起きた。あっちゃー。遊んでるわけじゃないんだって。いたってガチでやってるからないつも言ってるけど。じゃあハテナを叩くとすぐでんぐり返して右に行く。そんな罠には引っかからねえよ。寝てんじゃないわよツルルさんよ。じゃあオンオフを叩いた瞬間どっち行こう。絶対こいつ至らんことしてくるよ。だから左に逃げるの正解だ。これを作った制作者見てるけ。今は笑いたいだけ笑って、僕は朝笑ってるがいいぜ。でもね最後に勝つのは俺なんだよ。絶対にすぐに攻略してやるからね。上のハテナブロックのところなんか行かねえよ。分かってんだよ、あれは罠だっていうことやな。お前は何なんだ。そんなの分かるか。そろそろ時間ポイントがあってもいいんじゃない。やめてやめやめやめてよ。もうそんなところまで踊ってくれるなんてさ、僕は絶対に上は罠だっていうことが分かったからジャンプしなきゃって。こいつうぜなんで、最強すぎるってそのディフェンスは。ゲストってあんな動きすんの。じゃあ早く行けってことか。いやこいつマジ面白かった。今の初めて見たな。ジャンプして何もしない。キノコ様はこっちに来てくれた。一個ずつ壊していこうか。あのパワーブロックを叩いた瞬間から何か起きると思う。ここでヒップドロップ離す。よしよしよし。絶対この土管に入って何か起きたパターンだよ。入ってないけやるもんか。冗談じゃん。僕と君の仲だよ。しょうがないから土管に入ってってあげようかな。貸し一つだよ貸し一つ。せっかくコースト作ってくれたもんね。ここはどういう死に耐久だい。なんか死に耐久っぽい見た目しているけど上に行けるのかな。カメックが全部ブロックを壊すのを待っとけみたいな、そういうめんどくさすぎる死に耐久じゃねえか。いや待ってこれ、もうカメックそんなところ行くなって。すべてこっち側に来てくれ。マリの隣に来たらさ僕も当たって笑うことができるんだからさ。うわこれマジでめんどくせえわ。これ何個あんのブロック。せめてこのマリの下にあるところ、このブロックさえ壊してくれればいいんだけど、それがカメックがこっち来るみたいな。お前マジでそんなとこ行くなって。もう飛ばすよ。もう飛ばす。もうあと3回カメックがこのブロックを壊さなかったら僕は絶対飛ばします。さあ、あ、来た来た来た。え、お前さ今こっちに来たんだからさ。来た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 。でかした。
さあもうわさびは終わりにしようか。ここは落ちないようにさっさと右に進んでいく。で土管の方に入ってていいのかい。土管に入れねえじゃねえか。成敗されたことになるか。出せ出すな。ここよう見たらさ、今通ってきた場所とめちゃめちゃ似てない？ってことは右上のハテナブロックがあるじゃん、あそこを叩いた瞬間砲台が上がってくるっていう感じなんかな。いやどうなんだろう、次が違いますっていうパターンもあるもんな。一旦叩いてすぐ右に行こうか。おばあ、ちょっとダブルで寄せって。どうしよう、いいタイミングねえかな。下のこのフグも感じてた。やめろってお前ら。ここだ、うますぎる。見た今の、今のとこスクショしていいよ。じゃあここはヒップトラップしてみようか。ナイス。寝てんじゃないのテロさん、マジさ。そろそろ僕は簡単にクリアしちゃうよ。じゃあここはヒップトラップじゃない、このハテナブロックを壊すことが正解だ。バレるな。まあまあでも中間ポイントね。もうゴールはすぐ近くだと思うんだよな。これヒップしたらどうなってたんだろう。いやーこれはバネは消滅するだけか。じゃあこれで鍵は手に入ったから、さっさと先に進もうぜ。ゴールはこの場面が終わってからかい。すごく楽しそうな場所に出ましたけど、頼むすべも何もするな。お前大愛にせえ。お前かい、毎回これさ、バネを最初消しとかなきゃいけないんだね、ヒップで。そしてこのパンを発動しないとマップブロックで塞がれちゃうようになってる。じゃあスネを発動した瞬間すぐにジャンプで避ける。いやちょっと怖いな、また左に持っていかれちゃうんじゃない。あ、いや集中しよう。スネオに乗った瞬間ちょびジャンで左、そして左下に行く必要はないよな、さっき落とされたからさ。じゃあここは壁キックで上に行けっていう感じかな。あいつマジ危ねえ。いやこれ上に行くのが正解か。ちょっと上に行きたい気持ちもあるよな。でもミスったら潰されるっていうことになるんじゃねえかな。たまにはさ、ロスについてったら正解とか言うこともしといてくれよな。50コインがあるからちょっとヒントかと思ってしまったじゃんか。じゃあパンを叩いた瞬間キノコ様を追いかけてみる。これでどうかなって思ったらキノコ様は塞がれてるんだね。おうめえこいつ。あ、ちゃんと定位置に戻るんだ。なんか定位置みたいなのがあんだね。で戻ってくるみたいな。お前ちょっと待って待って、バカー。パワーブロック叩きます。でピョンチューがどっか行きますからのすぐ上に行こうか。であのハテナブロックを叩いたらオンオフが変わるから、この土管に入っていけっていうことなんじゃない。多分それでいいと思う。オーケーオーケー。さあそろそろゴールがあってもいいよ。ゴールは見えないな、まだまだあるってか、このハテナブロック。シャッカでー。もうこのハテナブロック無視していいでしょ。無視して進めるもんは進ませてもらおうか。でこのガモンは一旦無視しても何もないからヒップドロップで壊す。合ってるんじゃねえの。そしてここはピョンチーが先にいるね。分かってる分かってる。ジャンプしてここに入らなきゃいけない。さあねえピョンチー、ニノコモン。助けてよみんな。罠をかわしたと思ったらすぐにまた違う罠を持ってくるんだ、この制作者さんは。ラッタとかゆでポケモンも連れてきやがったよ。ジャンプしてすぐ右に行け。そしてこのラッタもかわすんだ。ハテナは何もねえじゃねえか。必殺バイバー。もうラッタはポケセンで眠ってろんね。すぐに下に行くよ。じゃあここは倒さないよ、あいつ。なんか鍵を取ってしまったけど、ジャンプした瞬間鍵を取った音が聞こえたんだよな。こいつうっせぇ。なんかわかんねえけどうっせぇ。もう鍵を取っちゃダメっていうのがわかんだよ。こっちは何を知りたい級ですか。 SUC って何。これ上から逃げて。超濃い濃いじゃねえか、ダブル親父。ちょっと気になってることがあるんだけど、 SUC って何なんだろうな。意味わかる方はぜひ教えてください。で次は下から歩いてったら、このノコノコ踏んで鍵がゲットとかそういうことはないよな。よっしゃ、もうゴールは近いぞみんな。さあここは右まで行ったらオンオフは変わらない。だからパウを叩いた瞬間オンオフ、それがドアに入れないよ。はぁ。いやまだ間に合うよ。ここでオンオフをしてすぐに土管に入ればいけませんよ。でも2回目でいけるんだ、いけませんよ。でも3回目でいけるんだ、いけないよ。でも4回目でいけるんだ、いけないよ。でも5回目、あー俺の梅干し返せ。3本の裏に扉が隠れてる。だから一旦当たってこのパウブロックを持ったまんま扉に入る。これで正解なんじゃないのか。
パフを持ってこいって書いてあるね。そしてすぐハテナブロックに入ってる。ハテナブロックじゃないよ、隠しブロックだ。隠しブロックでもないよ。何ブロックでもいいのよ、もうパフの逆切れ。これもう左行けないかな、行けないで。じゃあ僕は全てを悟った。僕気がついてしまいました。ここ左に行くじゃん。猫があると思うんだけど、この猫の裏にゴールが隠してるっていうパターンなんじゃないのかな。頼む、やったなんか怪しいと思ったんだよな、あそこに猫があるのって。いや今回もですね、本当にすごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、クリアしたのに死ぬコースって書いてるんだけど、どういうことなんだろうね。で、説明文に本当にゴールしたい場合はスタート近くのドアにで入ってねって、ちょっと日本語意味わかんないんだけどまあ近くのドアに入ったらゴールできるっていう感じだから、ちょっとやってってみようか。クリア率は 11.36%。 いやマジで意味が分かんないんだよね。クリアしたらさ、針の上とかでもマグマの中に入ったとしても絶対にやられないような気がするんだけど、このクリアしたら死ぬコースっていうのがどうやってクリアしたらやられるのかっていう話なんだけど、あ、なんか勝手に動いてるね。あ、これ全自動コースかなるほどね、てっきり自分で進めなくちゃいけないと思ってた。じゃあコントローラー置いとくわ。もう置いてて先にどんどん進んでくれてる。え、これ届くかな。あー、届く届く。じゃあちゃんと全自動に作ってはくれてるんだろうね。なんだよ、クリアしたら知るコースって書いてたから、どうやってやられるかが問題だよ。おそらく時間切れなんかなって思うけどね、全自動ってことはさ。さあワープブロックに入った。で、右手にゴールが見えますからの、こっからゴールっていう感じなんじゃない。え、時間あったよな。え、本当だ、マジでクリアできないんだね。じゃあ扉に入ってってみようか。あの扉はもうすぐにゴールに繋がるとは思うんだけど、車に乗ってここで乗り捨てる。おばー、もう上から行こう。バネに乗って扉に入ればいいだけ。多分これでもうゴールなんじゃない。あー、やっぱりね。いや面白いねこのコース。クリアしてもクリアできないように時間配分を考えて作り込まれた全自動っていう感じですかね。 GB に作るの大変だっただろうなこのコース。どうもご視聴ありがとうございました。最速取ってる。